はい、次キラさんと横須賀でカレー食ってきたさん、どっちだカレー食ってきたヒルダだから幕尾さんだね。カレー食ってきたさん、カレー食ってきたさんってなんだよって話だけどね。え、なんでですか。いや、してないっすよ。え、してないですよ。はい、録画するだけですよ。いやいやいや、まあ、やろうと思えばできますよ。まあ、いろいろ準備必要ですけど。ブレイブルーブレイブルーはまあ、普通に録画はしますよ。ただ、人いるかどうかわかんないですけど。本当に。どうぞ。この前5人でしたからね。はい、やっていきましょう。はい、ヒルダヒルダ。ヒルダはもう強い方なんだよね、今もう。本当前作と逆転してるな、いろいろと。さあやっていきましょう。マクゴさんはやってんのかな。やっぱ顔こ一筋っぽいけどな。まあそうなるわな、こういう打ち合いに。さあ刺さってしっかりコンボを切るな。マクゴさん早めに締めて、中断ですねあれは。大丈夫です。おーおーおお、あーっと落ちないと発生保証にはなんないんだっけ。確かダッシュ B だかダッシュ C だかさあお互い牽制さしながら、まさしく中遠距離型のキャラですね。はい、おーしっかりとコンボ決めていく。バメルドぶっ飛ぶでいいのかな、あれは。さあ、FF で決めていったのがマクゴさん。あ、違った、横須賀でカレーを食ってきたさん。横須賀ってあれかな、多分もう一人がファミマ行ってきたって言ったから、多分観光でなんでしょうね。えい、中断。いいっすよ。あーっと、できるよ、キラさん。唯一の女の子、頑張る。えい、地道に取っていく。下段、そうなんですね、下段なんですね。これはガード、やられたらやり返す、割り返しだ。はい、ビビューして。おっと、これで下段じゃねえや、あれは。わかんないヒルダ。さあこれ下段ですね。しっかりさせて、さあ分身から直接攻めに行く。さあ動いた、いいところまで行ったんだけどな。ということで、横須賀でカレーを食ってきたさんの勝ち、おめでとうございます。よいしょ、はい。しょうがない気もするけどね。はい、ということで次なんでシードを持ったですね。や、闇の客人。もっと踊りなさい。ワールド、足が止まってるわよ。マジですか。そういうものなんですか、全然知らねえ。と、ガスさん、お願いします。いや、まあプレイヤー名が闇のうんぬんって言ってますけど、これメルカバおじさんなんでね。なんだろう、関原さんのことメルカバおじさんって普通に言っちゃいそうになる、もう。さあやっていきましょう。ワンピーゴバさんのがメルカバおじさん、ツーピーゴバさんのがガッサンです。やっていきましょう。あれ反応しない。ああ、イベントモードでやってるからね、しっかりと。すごいね、なんだかんだね、ミラクルドームランク20位以内だっけ。全員集まってるね、ほぼ。まあ僕違うんすけど、こうして考えるとミラクルドームいい具合に強いのかな、わかんねえな。さあやっていきましょう。これ有利なんですよね。さあダッシュ C から技でキャンセルして突きって決勝いく。いいですね、怪獣対決だ、怪獣対決。さあ対空読み、さあ外しまう。いや、お互いリーチは五分か。とはいえ周り広いのはやっぱメルカバ。ああ、動いた。これってカウンターによる補正が緩和することがあるんだっけ。ないのか。さあ牽制していく。はい、チェインショット食べていく。グリッドが大バレか。あー誘ってくる。さあ超必死動から
安定コンボと言いながらヘリ当たんねー。動いちゃう、動いちゃうというか下段が刺さる。おお、最終盤をシールを取っていったが間合いが遠かった、汚いさあ1本取っていくな、メルカバー迎撃上ひね、上に上がらない。いやー、やっぱ上手い人あれだね、曲げ抜けするね、当たり前だけど。コンボが出なかったか。さあスパキャンス、あ、何だ、ゲージが 4B。 えい、わー、当たったけど間に合わない、あいいな、あの拒否。クラン、しっかりガード、よく見て、さあ引っかかるが転がない。メルカバもよく分かんない判定してるからな。ちょっと刺激して、これはコンボ届く、あーしっかりと見てる。あっとコンボ技が出ない、これ届かないぞ、よく見て。さあメルカバ絶妙の前からのダッシュ上げ、これはガールしてかかん、うわーかかんじゃねーかかんない、もしかしてゴムなんだ、あれー、あーと最初はしっかり追ってった、おいしい。さあ11サードクローンディバイス、あー最終段シールドして立ち絵が確定するんだけど距離が離れちゃうとっていうのが、あーそうか、長いからだったらいいんだけど、そうそういねえのか。さあメールオフ引き返していく、追いかけて、痛い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 、やばい痛い、今日本戦。さあタイプこれどうして、奥攻め、奥攻めっていうか牽制かな、うん、奥攻めか、あれ角。さあヘルカボルがかかり攻めていく、これはゴマ投げ、テインシスト成功でダメージ伸ばしていく、はいダウン取って、ここからどうする。さあジャンプして9号が投げはしっかりと抜けていく、これはガクアン取れない距離が離れて取れない、でもこれはまだ知らない。さあ次こっからそんなのか、我慢してる、さあガッサン我慢して全員が中段取ってしまったということで、メルカバの勝ち、おめでとうございます。結局読めねえ、読める確実だから。はい、次なんで犬子さんと横須賀ファミマ行ってきましたさん、あ、いるね、オッケーオッケー、横須賀ファミマ行ってきましたさん、これ高笑いさんですね、よっと。あ、お二人さん、あ、イルボさんたち、お二人やっていきましょう、マジっすよ、いいじゃないですか、はい、どうぞどうぞ、あれ大丈夫ですか、はい、やっていきましょう。さあ、次の戦いがね、まあこれ終わったらね、言うのなんですけど、インデックスと、はい、関根さんになります。で、今の方でやっていきましょう、ありがとう、ドクタードゥームなんでここでアルカップかさあ、やっていきましょう、どうしたどうした、こっちだ、タイマニー譲り派、これはまた凌辱されそうな名前ですね。さあ、先に触っていくのは譲り派、この辺だとまだバダーって行った直後にゴールドのターンが来てしまう、確定ではないよな、さすがに。ブリブリパー、チェインシフトでフォロー、黄色投げ、しっかりと入れる、投げ誘い、さあ、西からしっかりと入れていく、ジャン西ですね、拾えない、西が間に合わない、逆にジャン西またかれてしまう、画面端、これはもちろん継続1コンボ、よく見て、さあ、グリムの間合いには行きたくない、譲り派。そしたらモータルスライドだけ、あれは届くんだよ、あー噛み合わない、逆に噛み合っていく、説明がおかしい、さあダッシュ
EX で締めていく。ダメージ取って3000ストップから54。いいですよ、いいですよ。さあタイマニーズリハが1本取っていって牽制を取っていく。この流れをものにしたいが、ガスビは飛ばない。ガスビで、ああ惜しい、今合ってたんだけどな、届かなかった。ブリブリパー、しっかりと拾える。えい、これだけ2900、おいしいです。トゥナンガード隙を消して、えいえい、3000、安定の3000を取っていく。3000取るだけならまだしも、グリッドを奪ってくからな。でダウン取れるし、さあ片手でしっかりとつなげていきたいが、ダビは当たらない。投げかけて今度はつなげていく。はい、もう一度目投げ、あー投げ抜けをしていた方がゴールドだった。さあ1-1、有利を取って攻めていった。どうしたどうした、時間ラッシュ、あー間に合われ、試しが出なかった。さあここは美味しくいただいていく。横塚ファミマ行ってきました。3か、それでも3ジャンプか、届かない、危ない。ジャンプでストライディング、当たってこれは拾えない。これ 4C を出していったが、これは痛い指導なのか、何が痛いのかわからないけど、とりあえず痛い。3000取っていく。さあ読んでる、えい、これは最低補助ダメージで死んだか。ということで犬坊さんの勝ち、おめでとうございます。